どっちやろ、こっち真ん中。じゃあ、揃ってないけど行きます。はい、ポップ ID プレゼンツピグのアイドルブック、イエーイ。さあ、始まりましたポップ ID プレゼンツピグのアイドルブック、 MC のエンターユートです。よろしくお願いします。イエーイ。そして、本日出演のメンバーを自己紹介お願いします。はい、はい、私が、ショールームアイドルブックご覧の皆さん、こんばんは。私がレッツって言ったらコメントで一緒にコロコロって言ってください。お願いします。はい、今日も明日も明後日もみんな一緒にレッツコロコ コロコロ。ありがとうございます。ピグの元気っ子コロコロ担当、ゆのこと佐々木ゆのです。よろしくお願いします。イエーイ。で、もう一人が、はい、代わりにしてあげて、なんか、はい、それっぽく、その人っぽく、はい、ピグのモナカムルです。よろしくお願いします。イエーイ。めっちゃ似てる。全然似てないんですけど。はい、モナカさんどうぞ。全然もう一回やって、もう一回やって、もう一回やって、はい、もう一回。本家本家本家。うん、はい、モナカムルです。お願いします。変わらん変わらん。そう。なんかもう声か細くしたら全部アムロちゃんみたいなとこあるやん。塩塩塩の話。魔除けの塩らしい。返してなって言ってたリノさんが。はい、了解です。じゃいや、絶対無理よ。絶対返せないから。さあ、この番組はですね、大阪日本橋にあるアイドル育成型カフェ、ポップ ID カフェの2階、ポップ ID ステージにて公開生放送でお送りするアイドル育成型番組です。イエーイ。イエーイ。さあ、皆さん最近どうですか？なんか最近どうですか？気分はどうですか？まあ、良きですね。気分良きですか？まあ、秋だからちょっとセンチメンタル的な節もありますけど、良きですよ、大体。センチメンタルの秋？秋ってセンチメンタルになるよな。うんうんうん、センチメンタルっていうことちょっとこう、うん、みたいな。哀愁漂ってるの？寒いっす。寒いのはセンチメンタル関係ないと思う、絶対。全然関係ない。しかもさっきのなんか自己紹介のテンションと全然ちゃうで。寒いっす。寒いっす。寒いです。寒いです。関係ない、それリノさんじゃないですか。せやな。さあ、そんなね、センチメンタルになりつつ、今回はですね、皆様、とっておきの企画を用意しました。はい、いきます。早速コーナーに参りたいと思います。ダダン、先日季節外れの怪談アイドルブック。ほらほら、番組番組、笑顔笑顔。そうそう、笑顔笑顔。ほら、皆さんに見られてるわけだからね。なんかあなたがお化けみたいな。そういう節はあった。さあ、まあ、なぜこんな季節外れに秋に怪談話をするかというと、まあ、怪談話というか怪談コーナーをするかというと、期末テスト、今月末に行われるですね、はいはいはい、カフェイベントの期末テストの、はい、まあ、罰ゲームがお化け屋敷、はいはい、っていうこともありですね、さらに今月の21日、つい先日ですね、劇場霊という、ほいほい、こういうやつね。そう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 、ね、AKB48 のね、島崎遥香さんが出てらっしゃる、主演で出てらっしゃる劇場霊という、女の人の爪の赤い人がこうやってるポスター。そう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 。そういうね、ホラー映画もこの時期にやってるので、まあ、アイドル、そしてホラー、もうこれは一緒やなみたいな、セットやな。一緒セットやな。でも結構アイドルとホラーが出てるイメージない？ああ、まあ言われてみれば結構あるやろ。うん、まあ、てなわけで、皆さんにももちろんアイドルですからホラー挑戦していただこうと。まあ、別にホラースポットに行くわけじゃないし、まあまあね、お化け屋敷まだ行くわけじゃないので全然良きかなと思うんですが、はい、モナカさん、はい、アイドル、はい、へいみたいな、なんだろう、この人。そんなに、ね、怖くないですよ、別に。そうなんですか？全然怖くない。なら余裕。うん、まあ、ホラースポット行かないとは言いましたが、実はここ、ポップもね、ちょっとしたホラースポットなんじゃねえのかな、みたいな怪奇現象がね、ちょくちょく、うん、耳に挟みますね、そういうの。ゆのちゃんはね、結構長いこといてると思うんですが、うん、どないですか？いや、割と、いや、ここでさ、みたいな、こうこうこうで、こうやって、みたいな話は聞いたことあります。入ったすぐぐらいに。なんか、ナンバ自体がちょっと、ホラースポットみたいな。え、どうすんの、もあんまり来れへんやん、ポップに。うん、え、もう無理っす。なんかね、今日もね、僕、なんか早いこと、ここに入ってて、
あの下で作業してて、でトイレ行って、で鏡で手洗ってたら後ろのドアガチャって、あいえみたいな。見えへんとこで裾掴んでますこの子。なんかいや僕はなんか早番の子が来たんかなと思って。え？落ち着いて落ち着いて落ち着いて。いやでもこっちの方がね、あの全然演出しては最高でございます。ありがとうございます本当に。いやでもなんかえ？お客さんが怖い？違う違う違う、鏡映ってる。あーそういうこと？鏡映ってるからいつもやん。うん、そうそうそう。ステージ中とか見てて自分のパフォーマンスがどないなもんかっていうことで、あそこに鏡があるわけでしょ。なんか幽霊みたいやもん。あなたが？それは白いから白いから白いから、白いから、うん、うるうるしてるやん目が、うん、いや別にだからこれは正直言うたら怖いやつになれようっていうこと。うん、一人でここにずっと24時間企画とかで、なんか夜中のポップ、お留守番企画みたいなのではないやん。無理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 。でもそういう、うん、あのなんか神社のね、はいはい、あのおもちゃ供養してるとこ泊まりましょう企画みたいなのあるじゃないですか。人形やろ。頭おかしいんちゃうかなと思っていつも見てる。ほんまに絶対あれ呪われますよ。うん、でもあれ結構やってるやんか、なんか人形の部屋に泊まるっていうの、うん、あれでもガチで動いてるじゃないですか、うん、なんか急に。だからあれは需要があるからテレビもやってるわけよ。需要はないですね。なかったらやらないから。やらんから、うん。まあ、ポップもね、たびたびちょっと2階のステージでガタンみたいな。誰もおらんのに、ね。まあ、誰かがダンスを踊っているんでしょうか、みたいなね。それは私かもしれへん。いや、あなたいないよ。あなたいなかったもん。俺しかいなかったもん。うん、今日、特に。だからなんか今日ホラー企画やるって言ってるから、ちょっとポップのね、なんかこういう話をしだすと幽霊は集まってくるなんてね言いますよね。もうずっと裾掴んでくる。無理ですよ。みんな俺やん、ゆのちゃん俺やん。お化けとゆのちゃんどっちが怖い？お化け。これで私って言った時でしょ。そこゆのちゃんだから後が怖いからね。今なおでお化け怖いけど、後でゆのちゃんってやつが怖いから。だって怖くないもん私。怖くないね、アイドルやもんね、うん、さあ、ナンバがホラースポットっていうのはご存知でしたか？それは知らんかった。知らんかった、うん、特にね、あのビッグカメラ。ビッグカメラってどこにあるの？千日前のラウンドワンのすぐ。あ、え、あっちですか？はい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 、あの目の前にあのサイゼリアとかビッグドンキー入ってる、うんうんうん、あそこ。へえ。実はとんでもないホラースポット。そうなんです。早速プリパラあるのに。あのビッグカメラのエレベーター乗った、エスカレーターか乗ったことある？な、あ、あ、あります、あの鏡周りって。そうそうそう、なんで鏡やと思う？なんでって何？え、ああいう、だってほらあっこのダイソーだって鏡じゃないですか、うん、そういう感じじゃないんですか？だからなんで鏡なんかってことよね。なんで鏡って？え、だからちゃんとおる人間と鏡に映ってる人間が一緒かどうかなっていう。え、そんなことある？なんかたびたびね、今のビッグカメラはまだマシやねんけど、もともとあのビッグカメラは千日デパートっていうビルの、あ、いやお客さん増えたな。うん、喜ばしいことやから。今めっちゃ怖かったんけど、うん、めっちゃびっくりされてるやろ。お客様、失礼いたしました。ご無礼をよろしくください。いや、もともと千日デパートっていう、うん、デパートって、もともとビッグカメラの。で、その、そこで火災がありまして、千日デパート火災つって。で、1972年にですね、今のビッグカメラのところに死者118名、重軽傷者78名の日本のビル火災史上最悪の大惨事が起こったっていうね。で、まあそれだけやったらまああれなんですが、まあなんか3階の婦人服売り場から出火して、で、なんでな、婦人服売り場でどうやって出火するの？それも出火原因はまあよく分かってないんだけど、まあ建設の燃焼、建物の燃焼による有毒ガスが、まあ、10万、うん、で、避難設備の不備で、従業員の不手際が重なって多数の死者が出たという不幸な事故なんでございます。で、そこでその、まあ、逃げたいから、でも階段もエレベーターも動かない、階段も充満してるしエレベーターも動かんっていうので、7階とかからもう飛び降りたりねっていうのがすごくあって、で、その事故が終わった後、中に入ってみるとなんか窓枠にしがみついて半身乗り出した状態で亡くなっていた方とかっていう、まあ、
騒然の事故があったそのビルの跡地にあの賑やかなビッグカメラ。でもあんなだからさ、あんなに人が集まるからさ、お化けなんかおるわけないやんみたいなって思うかもしれんねんけど、まあね、たびたび鏡の映ってる人間とほんまにエスカレーターに乗ってる人間の数が違ったりとか。そんなんよう見てるな、でもその人、うん特にですね、その後に、まあ、ビッグカメラになる前っていうのがあって、千日デパートの次にプランタンナンバーっていう、まあ、ビルデパートみたいなのができて、そこであった不思議なアルバイトさんの体験談があります。そのアルバイトさんはお客さんが帰った閉店後、アルバイトは一箇所のフロアに集められて、で監督の社員の指示のもと、翌日のバーゲンに備えて商品の値札の張り替え作業等を徹夜でしていました。夜の10時を過ぎた頃、火災発生、突然暗い声で館内放送が流れてきた。で、アルバイトの彼女は驚いたんですが、社員はその放送を無視するかのように作業を続けてくださいとアルバイトたちに指示した。不審に思ったんですが、館内放送はすぐ止んだので、また黙々と作業を続けた。で、その後、彼女が長く勤めているアルバイト仲間から聞いた話によると、夜のこの時間には決まって不可解な館内放送が流れ、さめざめと鳴く声やしきりに助けを求める声を聞いたこともあったっていう。で、それはちょうど火災が発生した時間やったというというのが、まあ、プランタンナンバーっていうところで結構あったらしくて、あるんですよ。途中でね、私の横に多分サダコがいたんですけど、多分私の見間違いじゃなければ私の横にサダコがいたんですね、途中に。それが怖かったですよ、その話も怖かったですけど。僕もちらついてたけど、なんか髪の毛サダコ、横で私アムルちゃんの手を掴んだつもりだったんですけど、もしかしたらサダコだったのかな。アムルちゃんは今先日公開された劇場例の監督中田秀夫さんが大ヒットさせたリングの貞子をイメージしてやった、うん、素晴らしい、意識高いやん、やばいな、エクセレント、最高。でもう一個、エレベーター、ゆのちゃんしっかり。エレベーターの話でございますが、エレベーターで残業をしていた売り場の上司と女子店員が帰ろうとしたら、いつも使っているエレベーターがどこにあるかわからなくなった。それで何人もの人に聞いてエレベーターを見つけて、女子店員が先に降りて、で下で上司を待ったけれども、いつまで待っても上司は降りてこなかった。でそのまま上司は行方不明になってしまったという話で、この事件は警察の記録にも残っていて、でまたその時間にエレベーターの場所を教えてくれる店員が店内にたくさん残っているはずがなかったとのこと。か誰かわからん人たちから聞いてっていうね。うわ、もうそれグルで神隠しじゃないですか。せやねんな。だから上司が残ったの。ジブリ。モナカブル、長い名前だねって。モナにしよう。お前のだからそれ怖い話じゃない。そうやな。そうジブリ。ちょっとした不思議な。そうトトロかもしれない。そうやな。トトロは神隠しなかったやろ。その千日デパートで働いてる人にしか見えへん、なんか不思議な生き物たちの。だからその女の人もメイちゃんかもしれへんし、うん、上司もトトロかもしれへん。なんかちなみに隣のトトロに関する都市伝説が、ね、それはでもいっぱい聞いたことあるけど、ね、有名。あ、森ちゃんも知ってますよね。知らん。だからいちいちちょっとライトがピカッてしただけで気抜いてました。だからあのメイちゃん、さつきちゃんおるやんか。でメイちゃんがそのいなくなって、さつきちゃんが探しに行くっていう。で探しに行って靴を見つかるみたいな時あったやん。であの時にはもうさつきちゃん、いやメイちゃんも死んでたみたいな。あ、よく聞く話。そうそう。
だからもともなんかしっかりその内容見てたらあの女の子2人の影がなくなってるっていう。あ、そうそう、なんか途中でなくなるらしい。あと猫バスはあの死んだ人しか見えへんから、めいちゃんとさつきちゃんは死んでる。でお父さんが、え、これこんなに私がペンペン喋ってる。あ、全然いいよ全然いいよ。なんかさ、お父さんが作家さんやん。そう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 。お母さんが入院してる病院は精神科で、めいちゃんとさつきが死んだ悲しみで精神的に参って、お母さんが、でお父さんがなんかそのめいちゃんとさつきちゃんが生きてる体で話書いてる話って聞いたことある。あ、クレヨンしんちゃんと一緒なんですね、じゃあ。え、そうなん。え？え、違う。え、だってしんちゃんもなんか、みさき誰やった、あのミサエ、ミサエがさきミサエがなんかそのしんちゃんとひまちゃんが、もう亡くなっちゃって、それをなんか受け入れられへんから、あの日常を書いてるみたいな。あー、なるほどなるほど。なんか聞いたことがあるような、なんか。ある、聞いたこと。でもなんか、隣のトトロじゃないねんけど、なんか、あ、隣のトトロの歌か。で、あの、散歩。あ、どんどん下に下っていくみたいな。どういうこと？え、そういう、じゃ、どんどん人気のない場所に行ってる。歩こう歩こう、私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう、坂道、トンネル、草っぱら、一本橋に、でこぼこ砂利道、雲の巣くぐって、下り道じゃなかったっけ。そうそう、なんか、だから雲の巣がある道っていうのは4番まであるよね、あれ。恐怖の、そんな深いとこまでさ、早尾さん考えてる。いや、だからそれを分からない。気まぐれでこし書いてない。いや、結局それをトトロを見たお客さんが、これなんかこう言ったらまあみたいな都市伝説になるんじゃないかみたいな面白がって作ったのかもしれないし、うん、まあ、宮崎駿さんがほんまにそういうね伏線みたいなの置いたんかもしれない。いやいや、コアシュンやな、コアシュンっていうね、怖い話が。だからナンバとか、まずナンバっていう字自体がよう考えたら怖ない。難しい波、うん、で、梅田とかもさ、梅の田んぼ、え、梅の田んぼ、そうそう、あの埋められた田畑みたいなね。なんで梅やん。え、梅やん、おいしいやつやん、あれはね、うん、レッドフラッシュ、今のはね、うん、うん、で、難波の地図を見ると、うん、昔のね、うん、まあ人がまあ犯罪者とかを刑に処してた場所とか、死体を燃やしてた場所とか、特にあのビッグカメラの近くにあれやのしてる、お墓。え、知らんわ。え、知らん、お墓番、ね、実は。で、その目の前にあのさっき言ってたサイゼリアとか、あそこの顔がアイドルじゃないだろうと思う。そこのアムザっていうね、あのカプセルホテルがある。うわ、絶対怖いわ。そこで一時期僕バイトしてたんですけど、うん、そこも結構もうお風呂場があって、そこにで、お風呂場のお風呂場の入り口にこう小皿に塩がね盛られて、ふわで、僕注意受けたのはそれ絶対倒さんといてね、ふわ倒したらどうなるか分からんけど塩で、あのね、そうなんですよ、アムザはね結構やばくて、そのまあ5階、6階かながお風呂で、7階、8階、9階、10階、10階があのカプセルホテルやねんけど、うん、男性専用ね、うん、でもたびたびなんか白い服着た女の人が紛れ込んどるとっていう話をフロントに言われんねんけど、おるわけがないねん、男性専用やから、うん、で、スタッフも全員ほぼ男性ね、で、白い服も着てないの、別に女の人おるけど、で、白い服着てるっていうか、女の人もフロントやから上に行くことはないねん。女装、女装、女装、女装壁のやつが紛れ込んでたびたび女装壁のお客さんが常連やったりするやり、なんで、なんでな、お釜の集まる場所、あそこ新宿2丁目そうそう、そのカプセルだけ、まあ、そうやったらいいね、そう、そう考えよう、そうやな、プラスに考えたらな、うん、そう、プラスに考えたら、そういう女装の人が、うん、たまにカプセルホテルに泊まりに来るだけであって、うん、じゃあまあ、お化け屋敷も人が作ったもんやし、全然いけるな、ん？ん？いや、あ、なんか人工物や、誰？
いや、そうやけど、お化け屋敷は人が作ったってことは、人が怖がることを分かって人が作ってるやん。そうやな。お化けはちょっとアホかもしれへんやん、その人が。だから、お化けは驚かそうと思ってもちょっと失敗するかもしれへんけど、人が作ったってことは、人が怖がることを分かってる人が作ってるから、絶対的に怖いやん。あ、そういう目的で作られてるから。そう、でもお化け本人が怖がらすのはちょっとアホかもしれん。アホかもしれん。だってお化けは多分怖がらそうとしてないもん。まずそもそもお化けは信じる？信じへん。だってね、うん、今生きてる人間より死んだ人間の方がダントツで多いんですよ。自分らだけの世界やと思う方が間違いやわ。そりゃ数人おるよ。数人なんや。でも数人それ今まで死んだ奴らの精鋭たちが残ってんねや。そうだから、なんかね、でも自殺したらこの世に絶対残るって言うよね。へー、なんか自殺はあかんみたいな、この世に絶対念が残ってしまうらしい。あー、なるほどね、うん、怖いですね。じゃあここでもしかしたらね、ナンバー人がいっぱい、言うたら飛び降りとか言うたやん、さっきある自殺ってことやんか、うん、ということは100何人がいるね。おるね。でも全員成仏したかも。なんか急にプラス思考に。いやでも安心してほしいのは、そのビッグカメラとかになる前に、あのそのレイバイさんに来てもらって、すごいヤバいやつだ、こいつはたちが悪いっていう例はもう除霊されてるから、まあ今おるのは大丈夫かなとは言うけども、まあ怖いよねっていう。霊媒師さんって何者なんやろうな、何をもってさ。だって私が霊媒師ですって言って、なんか白いのパッパってしたら霊媒師でしょ。そんな詐欺みたいなことなんだな。違うけど、しないけど、しないけど、なんかシャシャってやったらシャって消える。だからテレビでね、霊媒師さんがついて、タレントの人らがお化けのとこホラースポット行くってあれやんか、うん、あれもほんまはテレビ用の霊媒師さん。どういうこと？ほんまの霊媒師さんはテレビには映ってない、でも待機してる。テレビ用に喋れる感じの霊媒師さんを用意してる。なんでコミュ障の霊媒師さんがいるってこと？コミュ障のほど強い霊媒師さん。テレビ的に喋れてる人ちゃんと。ああ。こうですね、はいはいはい、っていうね。だからもしかしたらエキストラかもしれない。コミュ障。本物の霊媒師さんは全員コミュ障なの？なんでやねん。そういう意味な。なんで今そういう感じ。なんでそういう感じなの？そういうことじゃないの。コミュ障なんやな。あ、いや、ちょっと待って。やばい、おるおるおるみたいな。落ちても言わへん、みんな。じゃあこっち行きましょうか。あ、まあ、ダメじゃあダメ。え、あそこおんねんけどみたいな。あ、おるけど言えへん、どうしようみたいな。あ、いた。え、そんなやつ掘ったら無理だ。みんな呪われるやん。あ、行っちゃったよみたいな。でも霊媒師さんってほんまに危ないとこ絶対行かせなくないですか。ほんまにやばいみたいな。あ、せやな。ここから先はほんまにやばいからほんまに行ったらあかんみたいな、うん、でテレビ的にロケ中止みたいな。ほぼでもテレビ的なやつはね、まあ、結構ね、まあ、小細工というかね、まあ、やらせていけるみたいな、うん、あるから、まあメディアですからね。そうよね、うん、だからほんまにやばいやつとかはもしかしたらもうあるかもしれんけど、テレビ局たちの人だけしか知らんみたいなね。だから世にはだって出してないみたいなさ。だってそれだって絶対なんかそのタレントさんとかが行く前にスタッフの人が行ってるわけじゃないですか、ロケハンってやつね。そう、無理じゃない、自分それにはなられへんわ、うん。え、だってもしほんまにそこがヤバかったら、だからスタッフが誰か一人帰ってこやんかったとかやったら、待って、あいつどこいんのみたいな。そう、ロケに行かないってことでしょ。そうやね、犠牲、もう、え、ちょ、すごい捧げてるもんがでかすぎている。え、うん、捧げちゃってるよ。だからそのさっきの千日デパートのところで警備員を雇ってなかったよ、そこは。なんでかって言ったら、命の保証ができるからっていうね。だから警備員を雇ってない、雇えないっていう。さあ、ということでコメントの方に行きたいと思います。はい、松野さんがイエーイイエーイ急な大野さんっていうね、コメント読み返してしまってるから。で、オーシャンさんがモナカさん、こんばんは。イエーイ、こんばんは。で、ピス、ホラー怖いから見れるとこだけ見ます。あ、ピスがいるのね。ピスコがいるのか。見に行きたかったんじゃ、実はここ出たかったんじゃ、若干。あ、正直。なるほど。で、フィッチさん、こんばんは。こんばんは。インユーさんもこんばんは。で、ヤナさんがこんばんは。こんばんは。で、ヒロさんが仕事中なんで星だけ置いていきます、アムロシ頑張りなおと。あー、頑張る。シロがどっか行った。
対ここら辺やろ絶対ここら辺にあるわ。で、あ、だるま100個投下してくれた、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。誰だるま。ね、三文秋愛かける夢、誰やろそれもしかしてガトーさんかもしれない。あ、ガトーさん分からへんけど。で、ピスさん壊し、ピスさんって言ってもらったし、ピスさん尊敬のあれよ。ね、ヨンソクさんがアムロちゃん階段あまり好きじゃないの。好きじゃない。好きじゃないよね。好きじゃない、大嫌いで。あ、死終わった。で、チョヨラさんがトトロの話かな、トトロに食われたのか。まあ、逆にそういうトトロは死神なんてね。え、そうなの、うん、っていう。犬かと思ってた。犬それはちゃうよなんかでかい大型犬かなって。雑やな、なんか。で、ピス、出たくないですね、っていうことで、はい、じゃあ次、はい、ポップ ID メンバーに霊感が強いメンバーはいるのか、霊感チェック。イエーイ。したした。ケカちゃん、あ、そうなん、リーダーケカちゃん強い。そうなん、ケカちゃん強いって言ってました。ガチで見えるって。ガチで見えるって。そうなん。じゃあ2人には今からその霊感テスト的なことをさせていただきますので、まあ落ち着いて、まず目を閉じてください。目を閉じてください。あなたは今自分の家の玄関の前にいます。今からあなたの家の窓を自分で一つ一つ開けてください、はい、ちゃんと歩いてくださいね、想像で。え、自分の部屋の窓、家全部の窓ってこと。自分の家の窓を全部確認して開けていってください。開けれたら手を挙げてください。男は開けれたら挙手の方お願いします。開けて、開けて、はい、はい、開けた。はい、それでは玄関に戻ってください。はい、うん、はい、で、次はまた窓を全部開けた窓を閉めていってください。めんどくさ。めんどくさいとこだね。でっかわけさせたんてやつ。ほんまに。はいはい。閉めて。また閉めたら挙手してください。で、閉めたでしょ。はい。閉めて。はい。はい。で、玄関を戻ってきてください。はい。戻りました。戻った。では目を開けてください。はい、ということで結果、あなたは、まあ、あなた方は窓を開けてるとき、廊下を歩いてるときに誰かとすれ違いましたか？うん。あ、すれ違ってない。すれ違った人は霊感がある人だと。あ、それ知ってるわ。聞いたことある。っていうね。よかった、すれ違わなくて。よかった、誰もいなかった。じゃあもう一つ。質問形式のやつがあるんです。はい、当てはまったら1個ずつカウントしていってください。はい、はい、いきます。今から10個の質問をします。はい、1つ、お客さんもよかったらやってください。1つ目、他人の顔色をいつも見てしまう2つ目、音や匂いに敏感である。うん。3つ目、よくデジャブのような光景を感じる。うん。4、どんなに楽しくても人と会った後は疲れる。うん。5つ目、誰といても心は孤独を感じている。これはまあちょっとシビアな質問6つ目、自分の居場所はここではないといつも感じている。7つ目、空や海を見て次元を超えた場所に帰りたくなる。中にこじらせてんな。12秒かな。こじらせてんな。8つ目、自分が死んだ後の光景が見えたことがある。音怖いわ。うん。で、9つ目、辛いことも時間が解決するのを知っている。うん。最後、
生と死の境界線が曖昧に感じる。さあ、以上でございます。はい、さあ、皆さん、お二人いくつ当てはまりましたか。ゆのちゃん3つ。お、3つ。はい、あむるさん5個。あ、5個。あ、全然、あむるちゃんだけちょっと危ないかも。え、1つから5つ当てはまったあなたは敏感な性格ですが、自分を理解してくれる人と出会えたら問題ありませんという。だから全然1から5つやったら大丈夫なんか、そう、メンヘラ診断みたいな感じだったな。で、中二病とかメンヘラとかこじらせてそうな、うん、で、6つから8つが霊感が強いので注意が必要です。邪気のある場所、マイナス思考の人の中にいたら運気が悪くなるので気をつけましょう。で、まあ、9つから10、お客さんの中にいてるかわからないですが、霊能者である確率が高く、一般社会では生きづらいです。芸術家、自然と触れ合う仕事やスピリチュアルな生活をに切り替えることをおすすめ。スピリチュアル。でもだからさ、そういう人ってだから言うたらこじらせてんやって多分、うん、あ、ちょっとね。だからなんかその俺には力があるみたいな。てかほんまにだからそういう、まあ、言ったら芸術みたいなことじゃないですか、そういうお化け、うん、せやな、自分の世界。でもこじらせしかなくないですか。だってそう、ピカソとかもあんな意味わからん、うん、まあ、まあ顔みたいな、あんな私でも描ける。こじらせ、こじらせでしょあれは。せやな、まあ、あれ、ね、あれをこれが美だとしてるやん。か確かになんか美術館とか行っても絵とかいっぱいあるけど、うん、全然わからん、全然わからへん、俺も何これやっぱピカソのあの顔、鼻がなんかまだナルト展とかの方がおもろい。めっちゃ失礼な話ですよね。アニメの絵とか、うん、アニメの絵ね。なんか、うん、これはいい作品だなとかがないやん。ない、うん、うわ、ここのシーンやばかったなっていうのが多分我々やん、うん、ディズニーとかの、うん、そう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 、浅はかってことやな、多分そんな深みにはいかへんねへんもんな、うん、まだ境地になってないかな、俺のかな、こじらせきれてないんやろな。もうちょっとだってなんかイメージやけど、美術館とかにたびたび行く人ってなんかマクドナルドとか行かなささやもんな。すごい、自分をなんていうの、そんな汚れたもので満たすなんて、みたいな。なんかとりあえずなんかムニエルとかソテーみたいな、ちょっと味薄いみたい な、うん、なスタバにも行かなさそう。あ、行かへん、行かへん。スタバのコーヒーなんて、スタバに行くのはもう意識高い系やろ。どういうマックのパソコン持っていくやつやろ。あ、それや。いつも充電器のとこずっと使ってる人。そうフラペチーノ頼んだよ。もうこっち充電やばいのにみたいな、充電させてよみたいな、充電席やのにみたいな、ね、まあ、すごいどうでもいい話、うん、どうでもいい。ただの独断の偏見。、うん、で、さあ、はい、ということでね、まあなんかね、こうなんか音がしたよ。ミシッ、気のせい、ラップ音、ラップ音。まあでもホラースポット行きたいけどね。絶対嫌、興味ない。なんか私はお化け屋敷までは、うん、まだ友達に誘われて、うん、なんかそれでノリ悪いって言われたらイラってするから行くけど、ちょっとなんか負けん気が強いっていうね。行ってやろうじゃねえかみたいな。やけど、また音すんね。ちゃみしみし言うよ。こんなする？ゆうとさんじゃない。え？ゆうとさん太った？なんでやねん。ほんで、でもそういうあのほんまに心霊な、そのなんていうの、廃墟とかは、うん、ほんまにそんな遊び半分で人間が行っていい場所じゃないから行かへん。それはどんだけノリ悪いって言われても、そこはノリで行く場所じゃないから私は行きませんっていうのを貫く。ああ、なるほどね。お化け屋敷はまあノリで行っていいと思うんです、私は。まあまあ人間が作ったもんじゃないですか。うん、でもなんかああいうとこにもいてるというね。まあそこはもうしゃあない。しゃあない。気づかへん。うん、見てない。うん、それはもう回避できひんし。でもなんかお化け屋敷のなんかルールか知らんけど、100体は置いたらあかんみたいなね、人形を。絶対に。そうなの、うん、マックス99。多分ホーンテッドマンションあるじゃないですか、ディズニーの、うん、あれも多分99匹しか置いてない。なんか数えたことないけど99で、うん、なんか最後出口に100人目のお化けになるのはあなたかもしれませんね的な、そういうのが。ああ、演出としてね。そうそうそう、はい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 。だから、まあ、100っていうのはちょっとあかん。なんでなんやろうか、なんかあかんのかな、100っていう数字は。じゃあ一回さ、ゆうとさんさ、自分で100個の人形を置いたお化け屋敷作って自分で行ってください。あ、でもね、そんな全部セルフ、セルフ、セルフやってほしい。なんで俺呪われに絡む実況して、うん、それで100個置いたらどうするの。俺帰ってきてんかったら、帰ってこいんかった、帰ってきたら焼肉をおごってあげます。おごってあげます。まあ帰ってこへんかったら、え、どうするみたいな、うん、やってもうたな、やってもうたなみたいな、やってもうたな。
やっぱり100匹置いたらあかんなみたいな。そう、分かった、学習したよみたいな。家に教科書忘れてきてもうたみたいな。やってもうた。まあええかみたいな。友達に借りようぐらいの。最低やな。無条件で焼き肉おごれ。最後の晩餐焼肉でいいんですか、逆に。うん、逆に。なんで最後の晩餐帰ってこさせよ。なんで呪われて死ぬねん。お腹痛い。でもなんで呪うんかな、思って。え、なんで呪うんかな。だってこの世に怨念を残して。え、思うんですよ、自分が死んで幽霊になってこの世に残るとするじゃないですか、うん、お墓とか行きたいですか。いや、あのね、お墓には幽霊はいないらしいよ。なんかお墓とか、なんかそのスポット、心霊スポット的に行きたいですか。絶対楽しいとこ行きたい。絶対楽しいとこ行きますよ。逆にやけど、一人、それは最初は行くで、最初は行くけど、一、うん、人で。え、でもお化け同士でつるんでるかもしれない。行こうぜ行こうぜ、今日ディズニー行こうぜみたいな。いやでもなんか、2チャンネルとかでもあったのに、お前らよく考えろって。ホラースポットにお前自分らが死んでお化けになって行くかよみたいな。女子高室だろみたいな。普通温泉とか行くっしょみたいな。女風呂だろみたいな、まずはみたいな。絶対幼稚園とか行くと思うねん。え、放送事故。あれ、なにわ警察の方も呼んでいただきます。ちょっと、あ、なんか詰めてきた、距離詰めてきた、距離詰めてきた。カメラ位置がバグるよ、あなた。距離詰められた、怖い。幼稚園児に、うん、幼稚園に行く方はまあ少ない、限られてる。それこそ精鋭たちが。じゃあ、砂遊びしに行く。一人で？うん。でも子供に、でもなんかお化けが気づいてほしいみたいなこと言うね、やっぱり。そう、なんか寂しくてこの世に居張るから、かまってですよ、かまって。うん、かまってちゃうよ。うん。ちょっとかまってあげたらいいんですか？そうそうそう。でもかまってあげたら終わりらしいけどね。え、終わり？うん。あ、行くってこと？行くっていうかね、うん、まあそういうことだね。その人が？自分が？自分が？自分が関わってもうた。ああ、じゃあかまったあかん。だから、なんのことない幽霊やったらいいらしい。あっちもこっちが気づかれてると思ってないから。幽霊は透明人間の手。あ、だから俺も透明人間でここおるけど、こっち気づいてないもんな、とかで気づかれたら、え？幽霊もおるし、気づけ、気づけ、気づいたな、みたいなタイプもおるってことや。だからなんか、芸人のね、千原誠二さんとかも結構見えるらしくて、お化けが。でもなんか、ガチャってドア開けて台所行って、ほんならなんか知らん女の人が立ってる、お前誰ねんみたいな、普通に声かけちゃうぐらいの感じやから大丈夫だけど、だから幽霊もえって見えんのみたいなタイプの例やったからよかったけど、他の芸人さんとかがその橋、普通の橋ね、川を渡る橋のところでサラリーマン風の人がこうやってボーッとしてる。で、なんかこれ幽霊ちゃうからみたいなって思って、で、声かけようか迷ってんけど、いや、これ声かけて何かあったらテレビとかで喋れるみたいなね。だから行けと思って行って、喋り、どうしたんですかって喋りかけて、気づいたら通行員の人にやめとけみたいな、止められて、自分がえって全然分かってない自分だから、え、あなた今橋から飛び降りて、飛び降ろうとしてましたよって言われて、うわ、聞いてた今、もう一回やったらいいよ、とさん、え、言わなくていい。なんか声かけて、で、どうしたんですかって声かけてんけど、で、気づいたら、その、やめとけっつって止められて、自分がで、その人に、止めてくれた人に聞いたら、あなた今、その川に飛び降りようとしてましたよ、いやって言うてる。だからそういうタイプの例もおるからっていうね。あ、だから自分もそうやっちゃったからみたいな、仲間が欲しいっていうね。いや、そう言うたらみんな寂しいねんって。そうそうそう、でも幽霊同士でだから、あんまりちゃんここにおる幽霊ともちょっと仲良くなってあげる。幽霊同士で鍋パしたらいいねんとか言いました。何もう冬やから、そろそろ鍋パの、ちょっとこたつ出しといてよみたいな、あ、みかん届いたねみたいな。鍋持たれへんから幽霊。あ、そう、するってなるんか。4人でそれ鍋パしちゃう、イライラしちゃうね。鍋に手を透かすっていう鍋パになるから、すごい、すごい、お湯こぼれちゃう。そこじゃないや、もう鍋から掴まれへん。あ、でもお湯こぼれちゃうと、お湯の熱さも感じるな。前のなんかバイトの先輩、すごい見える人で、なんか公園とかにいたらすごいいっぱいいるらしくて、ベンチに座ってる人とか、うん、なんか小学生みたいな、なんか鬼ごっこしてて、お前タッチしても絶対 お前ちゃうからみたいな人が小学生にタッチみたいなしてるらしい、公園ってらしい。そう、お前は絶対違うみたいな、お前絶対違うのに何鬼ごっこに寄ろうとしてんのみたいなやつもいる。なんかホラースポットに行かんでも、なんか高齢術みたいなことを
あるやんか。やめやめよ。コックリさんとかね。いや、無理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 。4人でそういうこういう四角形の部屋に入って、うん、四隅に1人ずつおって、うん、電気真っ暗にして、で1人がスタートして1番目の人がタッチ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 ってしに来るんだけど、4人やから、うん、絶対いいん、絶対おらんねん、ここに1人、うん、1番の人が走ったところおらんねんけど、来てたら続くねそのゲーム。もうやめよ、続かさんとこ、それは意味わかってる、あんまり、あんまり今の話聞いてた意味わかる、説明して。4人でな、4人でやってるやん。あ、書かなくて大丈夫です。ここの人がな、スタートするやろ、いや ここで1の人が、ここに1がいるやん、そのコマコマやらないよ、2の人が、うん、2の人がここ2に来るでしょ、うん、で3の人がほらここに来るじゃない、でもここにはほらいいんやん誰も、でもここでほら続いちゃったら、あれ1人増えたくねみたいな、だから5人じゃないと成立しないゲームなのこれ。そう、でも続いちゃったとしたら、あみたいな、え、1人多くねみたいなことになって、ええ、もう後でやりますね、後でやりますね、後でやって、あのツイッターで感想をお願いしますね、後でやりますね、うん、あれ計算できてる、だからでも俺なんか幽霊が呪うのはなんかちょっとなんかうんってなんで、ね、いかんっていう感じ。どういうこと？だからリングとか呪音とか着信あるやんか、うん、あれみんななんか、うん、おー呪ってやるって人を殺していくやんか、どんどん、うん、いやもうなんで殺すんってなんだ俺は、人間殺すギリギリまで痛めつける方がしんどいと思うんですよ。なんてこと言うんだでもなんてこと言うんだ、あれじゃない、自分が死んじゃってもうそれはしょうがないって割り切らなあかんのに、うん、なんかその人間に嫉妬、なんか楽しそうにしてる人間に嫉妬みたいな感じなんかなって思ったら、すごい人間も霊も欲深い生き物だよなっていうのはよくよく考えれば、うん、欲深いよなって、まあ、結局こいつらも元は人間やしなっていうね、うん、結局は欲深いく生きてて、うん、でも、もうこいつらなんなんみたいな、腹立たしいわ、殺したろみたいな感じじゃないんかなと思う。だから、うん、難しいね、むずいね、うん、だから遊び半分でやったら確かにそれはイラつかれるんかなっていう、ね、なんなんみたいな、自分ら生きてるくせに何ちょっと高齢とか刺そうとしてるみたいな、アホなんみたいなで、たまたま、おいお前、ゆのちゃんみたいな負けん気強いやつがもう来んねんと来いやみたいな、俺は5人目になったらほらみたいな、ほらタッチみたいなことでゆのちゃんタイプの幽霊があったら来るかもしれない。だってムカつくやん、そんなんどう考えても、今自分ら生きてんのに何霊が見たいの、いつか見れんのに知らんやんみたいな、私らそっとしといてよみたいな、だからそういうタイプの人らはそういう森とかに行くかもしれない、人が笑うところにね、うん、そっとしといてよ、うん、そっとしといてほしいと、もういいやんみたいな、もう私別にいいから、そんなに呼ぶんやったら行くよみたいな、うん、だってコックリさんとか全国何か所回らないといけないんですか、あの人もうめっちゃ呼ばれてるな絶対、なんか同じ時間に、同じ時間に北海道と沖縄の子供たちがウェイコックリさん呼ぼうぜみたいなやったら、どっち行けばいいみたいになるやん、その時コックリさん東京おったらどうする、コックリさんの気分やん、だから今日は北海道みたいな、今日は北海道、じゃあ沖縄の子たちは、なんや出えへんやんみたいな、そう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 、でもで後日その子たちがやったら来てんけどコックリさんみたいな、あーじゃあコックリさんも言ったら大変なんすね、なんかさ、最近さ、ね、最近コックリさんじゃなくてさ、なんかペンをさ、こうやってさ、十字架に交えてさ、なんか呼ぶみたいな、ジョニーさんみたいな、なんかね、ジョニーさん絶対違うねんけど、まあ多分、想像やけど、多分、おそらくアメリカ国籍の、それなんかマイケルさんみたいな、そういう、なんか、アメリカ人、こうな、じゃあね、十字に、こう、イエス、ノーで、こうほら、こうしてな、こうして、こう十字にペン置いて、これが、どっちかがクロスしてイエスとかノーとか答えてくれるみたいな、そのなんかジョニーさん来てくださいみたいな、いますかみたいなんでこうイエスになったりするらしい、それちょっとなんか海外版コックリさんみたいな話らしい、だからそれでも日本でやったらあれですよね、アメリカから来るってことですよね、だから君たちみたいなパスポート取らねえとってそっからじゃあやっぱ10日間ぐらいは絶対かかっちゃうよね、パスポート取るとか10日後ぐらいに来たけどなんかもう俺呼ばれてないみたいな、あれえ、またパスポート取ったのに何なんみたいな、取ったのに、え、じゃあ、うざーみたいな、呪うみたいな、マジか、証明写真撮った意味みたいなやっぱ一回これはうざいから呪っとこうぜ、証明写真むっちゃ写んの必死やったのにみたいな、だからもう何回やっても写らんみたいな、お金は入れれたよね、お金入れるとこまで、お金というかなんか時期みたいな、ふっみたいな、お金をバンバン、それでボタンをタッチするぞめっちゃ苦労したのに、なんか来たらなんかみんなもう何も興味なさげみたいな、寂しいな、
ちょっと寂しいかもしれない。そりゃかまってちゃんになるわ、幽霊も。で、コメントね。で、しきじかさんが、ゆのさん、あむるん、こんばんは。こんばんは。温度さん、温度さん。で、ちょうどあのピカさんの絵の時にね、かけろかって言ってます、あむるちゃんが。いや、あれは絶対模写できるって、うん、で、ジョーラさんがピカソの普通の風景画とか見たらどれほどの技術かと、みたいな。あ、見たこと、あの、変な絵しか知らんもん。そう、あれしか知らん。だから、ああいう、まあみんなが知ってるやつ以外にもちゃんとした絵も描いてあるから、まあ、じゃあ無理やわ。技術があってこそのあれが描けるっていう、ね、あれだけ描けても意味ないってこと。そう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 。で、てっちゃんさんがアスピスにクマって言ってます。フィスさん、クマ、うん、クマ、クマ、クマが来てるってこと。クマ来てる。ファファ、何個。1個。ありがとうございます。クマクマでね、ちょよろさんがね、あの様子見るやつ、法令術、うん、お釣りやったことあるけど1人増えなかったなって。あれ、だからその時はあったから遠くにおった、角っこにだから増えなかったもんね。あ、でもさ、4番目のやつ一番怖ない。またカタカタカタってなりながら、あーみたいな、うん、いた。4番目のやつが嘘ついたら絶対おらんってことやん。あ、まず4番目の人がさ、もしかしてさ、その1番の人を脅かそうとしてさ、4番目の人が5番目の人やってるかもしれへんや、うん。でも一番怖いのは、それやろうとして1番目の人がもうスタートしたら怖いよね。どういうこと？で4番目の人がこうやって行って、1番驚かしたいって言ってたけど、うん、もう5人目が持ってタッチしててスタートしてる。うわ怖、それは怖いわ。うん、で、後で聞いたら、え、みたいな、タッチしてないけど、みたいな。え、入れ違いが生じるみたいな。で、ちょうらさんがね、あの、こっくりさんは一人じゃないんです。一人じゃないねって。あ、あ、じゃあ、あれか、全国各地の担当者が。そうそうそう。だから、その、あの、なんていうの、その、あれなんていうの、市長さんみたいな。いや、多分、府知事みたいな。郵便局員ぐらい多分おると思うね。あ、その、府内の担当みたいな。あ、じゃあ、そんな重労働じゃないんですね。そうそうそう、バイクも。じゃあ、お給料もそんなやな。でもね、うん、アスピスがね、すげえ真面目に、こっくりさんっていっぱいいて、本当に危ないコックリさんがいたり、冗談を答えてくれるコックリさんもいるら。冗談なんか真面目に答えすぎて、あの語尾がいるら。いるらしいみたいな。いるらしいやったんやろ、多分。でもさ、その冗談っぽいコックリさんがいいよな、降りてくるなら、うん。めっちゃおもろいこと言うやん、この人みたいな。そのジョニーさんじゃなくて、チャーリーさんらしい。あ、それ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 やって、まあ、さっきからジョニーさん来たんですか。え、誰が言ってんの、チャーリーさん。アスピス、アスピスめっちゃ詳しくない？アスピスさ、分かった、それ JK やからさ、そういう情報が入ってくるんだよ。私だってさ、ニュースでなんか、なんかの朝のニュースでやってたら、目覚ましかなんかで、そうだって高校生がなんか、もう全然来へんやーみたいな言ってたもん。チャーリーさん、チャーリーさんみたいな。 JK のイメージ。チャーリーさん、チャーリーさんみたいな、来ます、全然来へんみたいな違ってたから、多分高校生の話だと思う。でも JK の中では流行してる。そう、お箸でやって、お昼ご飯の最中にお箸でチャーリーさん、チャーリーさんみたいな。それ偏見でしょ。いや、お前こんなんやってんもんな。ってテレビのその JK が。そしてね、イ・ユンソクさんもね、ハート100個くれました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、で、さらにダルマも100個いただきました。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。ダルマ、サンキューベリーマッチ、ベリーマッチ。さあ、ということで、まあ、怖い話はこれぐらいにしましょうね。はい、早やめましょうね。まあ、この後、こういうね、会に来た、まあ、お客さんもそうですけども、皆さんもとりあえず、こういう話をした後は塩を型にピャッピャッと巻いて、で、すぐに直接家に帰るんではなくて、コンビニでもどこでもいいから一回店に寄って何か買ってから帰ってください。買うの？そうなん、うん、でないとそのまま家に連れていく。あ、じゃあそのコンビニに置いてきたらいいってことなの？そう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 。だからコンビニの店員、マジかよってなってめっちゃ今日いるやんみたいな。多分ポップ近くのあのローソンとセブンイレブンがターゲットね、多分。中尾でもいいよ、別に。唐揚げ、唐揚げ。だからこの話終わった後、全員が閉店してるかもしれんけど。うわ、気まず。家帰るみたいな。うわ、だからそうなるとなんかね、電車で切符買うのどうなんてやるけど。ああ。一緒に切符買ってる子ついてくるのかな。なんだ。俺のためにこうやって後ろにピタッとついて、俺も切符いりましたよみたいなタイプ。そのタイプの例ってこと？そうそうそう。いやいや。いややわ、なんか。で、千原さんが配信を自宅で見てる人たちはーっつって。あ、ほんまや。対処できます。めっちゃ塩まこう。めっちゃ塩。めっちゃ塩。めっちゃ塩。もうすごい節分ぐらい塩まこう。鬼は外って感じでね。年齢の数塩かけたらいい。年齢の数、年齢の数つまみってこと。そう。さあ、そして、最終コーナーいきたいと思います。はい。はい。ババン、一気に
温度差があります。今週のピグニュース。イエーイ。今週のピグニュース。まあ告知ですね。はい、うん。告知をしてもらいたいと思います。今週とりあえず今週ってこと？そうやね。今週ですね。はい。私が告知させていただきます。はい。11月の26日、あさって。うん。あさってですか？ピグ初の外部のワンマンが決行されます。イエーイ。場所は堀江ゴールディさんです。イエーイ。はい、初の外部ワンマンということで、全体集客ミッション40人というミッションが課せられて、そのミッションは達成いたしております。ですが、多分個人ミッションもございまして、そちらを達成していない子が多分まだちらっといるような、いないような気がしますので、はい、皆さんまだまだチケット販売しております、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、そして今週の日曜日、はい、40リックスというここポップ ID ステージで、うん、チケット40枚限定でピグの研究生以上の子が出演するステージさせていただきます。イエーイ。イエーイ。何やってんだ、塩落としたね。はい、そちらチケット40枚限定です。まだちょっと余っておりますので、皆さんぜひぜひステージ見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。そしてあと今ショールームのどっち側やろ、左側に、うん、ありますよね、あれが、イベント告知。ありますね、イベントね。目指せ赤坂ブリッツ、はい、ポップ、ライブガールポップ、ライブガールポップというイベントにね、私たち参加させていただいております。イエーイ。それでですね、3位、2位、1位の子は、雑誌の紙面に載ることができます。でですね、栄えある1位の子は赤坂ブリッツで行われるイベントに出れます。イエーイ。今何点、今1位ですか？今ですね、マトさんがハートを100個ありがとうございます。さらにですね、ゴアパパさんがクマを50個。おお。変な声出た。おお。佐々木マスオさん、違う、変な声出た。モノマネのレパートリーが、モノマネのレパートリーがマスオさん増えた。今アムルとアムルよりちっちゃくなったと思う。なんか急にスッと後ろに、みたいな。今ちょうどラグでやってるから、おもろいよ。おお。すごく面白い絵でした。ありがとうございます、佐々木さんは。50個、で、そこの点差がいい。点差はですね、まあ、すごい恐ろしいことになってます。あと194,365ポイントです。このままそのポイント差を死守したいでございます。ね、このまま行きたい。1位になって赤坂ブリッツのイベントに出たいです。皆さん、ぜひ協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。27日までかな、それが。うん。はい、27日までですね。ぜひぜひ、今日も10時半からうちのリーダー、けいかちゃんがショールーム100日連続配信をしますので、はい、その時もぜひぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、今週もやってる、12月4日までやってる、ピグの、結構大事なあれですね、やつなんですけど、ピグですね、皆さんに楽曲提供を、なんて、楽曲を CD 音源としてお届けできていない曲がね、3曲オリジナル曲でございまして、3曲オリジナルでございまして3曲あるでございますけれども、はい、ですね、まずイリュージョンっていう、マックス乙女心とかを書いた松田先生の曲、うんうん、松田先生に書いていただいた曲全部、そうだね、全部編曲は松田先生にしていただいてて、うん、あと前向きちっとぼっちっていう曲と、あとピグのね、ライブでは盛り上がり定番曲ストロングラバーズというこの3曲をですね、過去2回レコーディングしたんですけれども、ちょっといろいろ諸事情がございまして、皆さんにお届けすることができていません。それでですね、再レコーディングを今の現選抜メンバーでしたいのですが、はい、そのための資金を、幕開けというサイトを使ってクラウドファウンディングで、今皆さんから支援を募っています。はい、今ね、昨日見た時は 71% でした、達成率が。おー。あと 29% 12月の4日までやってます。皆さんぜひぜひ私たちで再レコーディングして皆様に CD 音源としてお届けしたいので、ぜひぜひ協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、そして、今週ではないイベントなんですけれども、もうすぐ12月の1日にですね、
まあ、私たち関西アイドルファイルっていう雑誌に掲載させていただきまして、それの、トークイベント、インストアイベントを、タワーレコードヌー茶屋町さんで行います。イエーイ、はい。でですね、そのアイドルファイルを買ってくださった方は、あの持ってきてくれたらサインしまーすってことなので、はい、サインしまーす。します。はい。こんなもんです。はい、ありがとうございます。はい。何？あ、影か。お化け？いや、じゃあなんか、あ、塩持ってたのね。いや、なんかここ画面見てたらなんかアムロちゃんとここになんかこう黒い影がパッて出てたから。塩やったよな。塩。うん。リノさんの塩。それ返さなあかんねんの結局。そうそう、任せてもらえへんから。返却しなあかんねん。キッチンで後で塩もらいに行こう。キッチンに塩パパパってやって、パパってかあのポッポの外でかけてね。あ、外で。あ、でも塩あのばらまいと結局そうしなあかんねん。了解です。了解です、お願いします。はいよ。明日のね、カフェイベントもありますよね。なんか明日コスプレの。明日何コス？天使と悪魔。明日天使と悪魔コスか。はい、明日天使と悪魔コスデーです。女の子が天使や悪魔になって、皆さん誰は出るんですか？私いますね。私最初から最後までいます。お、どっちやるんですか？ちなみにどっちやろう？どっちもやろ。オーラスやろ？オーラスです。どっちもやな、それはですね。前半と後半で分けて。いのちゃんはシークレットはい、内緒です。え、ポリス系ですか？またまだあの胸の谷もバッカーンってやるやつですか？そういう節もあるかもしれん。やったー交互期待で。交互期待。やったー。明日来たの楽しみ。皆さん、おっぱい星人の方はね、交互期待で。おっぱい星人の方は、おっぱい星人の方大体の男の人、おっぱい星人でしょ。その節はありますね。なぜ皆さん乗ってくれないこの時だけなぜ敵になる、うん、さあ、ということで、うん、ね、明日は、まあ、いろんな何人かね、女の子がかわいいかわいい天使と悪魔なコスプレをしているので、皆さん見つけてあげてください。お願いします。さあ、ということで時間がよろしくなってきました。さあ、もう一回言いますが、お客様ですね、ここにご来場したお客様、そしてスタッフの方、そしてゆのちゃん、あむるちゃん、はい、お城の方を帰りからでもいいので肩にね、と振ってパパッと振ってね、一回どこかに寄ってから家に帰ってください。はい。で、ビッグカメラ行くときはよく鏡を見て。わ、絶対見えへんわ。もう行かないです。行かないの。行かないの。プリパラ別のとこでします。あ、プリパラやるためだけにビッグカメラに行く。はい。まあでもプリパラがおるから、お化けもなんかそれを楽しんでくれるみたいな。え？プリパラを見たいんかも。ラーラが好きなんかもしれへん。仲良くしようよ。あ、やったら全然。全然仲良くします。友達けパキロ？パキります。パキロパキロ。もしかしたらそういうのを望んでるかもしれないから、ユーレちゃんもね、うん。パキりたいなみたいなやつがいるんかもしれない。パキります。パキりますか？パキりましょう。さあ、ということで、まあこれは来ますですもんね、終盤に差し掛かっています。受けた？もうアムル。受けました。あ、受けてたの？うん。もうね、あの代々の子が受けて、まあすごいいろいろ面白い結果になってますので、30日来ますですと。結果発表あります。そして会4名はお化け屋敷に行ってもらいますので。私多分大丈夫です。まあ、アムロさんはね、あの名前を書き忘れるという、最大のミスを犯してしまっているので。あ、置いといて、多分テストの内容的には大丈夫そうです。まあ、うん、まあそういうことにしておきましょうか。うん、さあ、ということで、じゃあ、あなたのアイドルをピグで締めていただきたいと思います。はい、お願いします。せーの。あ、ちょっと待って。ボアパパさんがね、レギュラーは初めて拝見しましたが、面白い配信ですね。頑張ってますね。ありがとうございます。ボアパパさん、クマ50個ありがとうございました。ボアパパさん、ありがとうございます。そしてですね、スペシャルギフトを送ってくれた皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、差が25万ポイントに。わー、このまま突っ走っていってもらいたいと思います。はい、では、ゆのちゃん、お願いします。せーの。あなたのアイドロイド、ピグー、ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。あざましたね。ありがとうございます。気をつけてね。気をつけてね。お化け。